案外何をやっても釣れない。こういう時はタヌキのもうフォーリング頼み。なんだろうね、あのやっぱお盆とかもあんのかな。ちょっと釣れちゃってる感じ。もうこういう時はもう、お、ほら食った。ほら、芋一発。芋じゃないで、ね、タヌキ、タヌキ一発。夏っぽいね。ありがとう。はーい、もうちょっとどうにも当たりが出せなくて、デカタヌキに変えたら速攻いいとこかかってるね。いやー、小さいながらね、夏バスなんでゴンゴンに引いてくれました。じゃあこいつはね、ちょっと逃がしてあげます。うーん、いい気でしたよ。はい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 、ありがとう。はい、タックルゴライアスにロデオクラフトのホワイトウルフ17ポンドクラスね、すんごい感度がいい竿なんで、でバリバスのアブソルートの20ポンドかな、組み合わせてるんで、ちょっとねガビガビしたところとかでも安定して攻めることができます。いやー、そっかそっかそっか、うんうんうん、なんかね、表層のなんか派手な釣り、長いフローティングロングワームとかそういうの一通り試したけど全く浮いてこないんで、沈めたら一発。さすがデカタヌキ。雨効果でまた食い目だったよ。よいしょ。ほっ、あー、ワームぶっ飛んだけど、はい、デカタヌキに夏バスくん。ちょっと雨がさーっと降ってね、リセットかかったみたいだね。イエーイ、ありがとう。ちょっとザーッとね、スコールみたいなのが降ってね、ほいでバスの機嫌がまたリセットされたみたいです。あとはいいとこに入れればね、結構サクッと食ってくれると思うんで、雨さまさまだね。引き続きデカタヌキド遠投ゲーム。乗った。おお、いいね。夏バス。ちっちゃいけどよく引くんだ。うふふふ。いや。よいしょ。はーい、ウォーターメロンソリッドのデカタヌキに夏バス。いやー、もうね、同じ釣り方の繰り返しですけども、これしか釣れないんだよね。
日中のどうしようもない時間によく活躍してくれるデカタヌキの脳進化で一匹。イエーイ、やったね。いやー、お、ポロッと取れた。いい感じで食ってくれたね。ありがとう。引き続きデカタヌキ。バスがたまたま通りかかった時とかに、お、食った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 よ。またまた食った。いや、よし、お、ちょうど回遊してんのかな。2頭連続。いや、ほんとね、サイズは多分さっきと同じぐらいだと思うんだけど、夏バス超引いて楽しいね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。取れちゃったけど。はい。デカタヌキにね、もう一本。いや、綺麗。ほんとよく釣れんね。今日この色効いてるね。ウォーターメロンソリッド。よいしょ、さっきと同じサイズ、ね、ありがとう。結構ね、あいつらがここはルアー届かないでしょうって油断した、そういう遠くにね、スコーンと入れられるから釣れちゃうんですよね。よいしょ。よいしょ、あれ、うっそー、あ、出てきた、ちっちゃい。あー、ひも限界ボロボロになってきた。デカタヌキにキビバスク。はい、逃がしてあげます。